ダマスセニンとは、アルカロイドに分類される、有機化合物の一種であり、3メトキシマイナスにメチルアミノアンソクコ酸メチルのことである。すなわち、3メトキシマイナスにメチルアミノアンソクコ酸と、メタノールとが、カルボン酸エステルを形成してできた分子である。ダマスセニンの尖閣構造式。ダマスセニンの分子式は、C10H13 の3であり、 そのモル質量は195.21512である。ダマスセニンは水にはほとんど溶解しないもののエタノールやクロロホルムなどには溶けやすい。このうち無水エタノールを使用すれば再結晶の操作で純度を上げることも可能であり、そうして得られたダマスセニンの結晶は無色の中上昇をしている。 この結晶の1気圧での融点は、摂氏27度から摂氏29度であり、沸点は約摂氏270度であるものの、沸点付近の温度では徐々に分解する。なお、ダマスセニンはアルカロイドであり、例えば塩酸などとは塩を形成する。このダマスセニン塩酸塩の1気圧での融点は、摂氏156度であるのに対し、これが、 一水や獲物になるという点は、摂氏122度に低下する。また、参考までに、ダマスセニン塩酸塩をマウスに対して、蛍光投与した、イの半数値資料は、1800であった。クロタネウの実と種子。この黒い種子の中に、ダマスセニンが含まれている。ダマスセニンは、天然に存在するアルカロイドの一種であり、近宝外科のクロタネウの種子に含有されている。 ちなみに、クロタネソウの学名は、ニゲラダマスケナという。まず、3メトキシアンソクコ酸をニトロ化する。ここから3メトキシマイナスにニトロアンソクコ酸を単理して、この分子中のニトロ元を還元することで、3メトキシマイナスにミのアンソクコ酸にする。そして、この分子中のアミの元をメチル化して、3メトキシマイナスにメチルアミのアンソクコ酸にする。 最後に、この分子中のカルボキシモトとメタノールと脱水縮合させてカルボン酸エステルとすることでダマスセニンは合成できる。ダマシーナインハット、ダマシーナインヒドロクロリドハットダマシーナイン。ありがとうございます。